出す。お疲れ様です。はい、今日なんですけど、前ちょっとあの動画で上がってたレジェンド職人さん。寺西君。はい。終わりました。ちょっと早いっすって。レジェンド塗装職人さんの浜野さんっていうお方の、はい、の現場にね、来ております。はい。で、今ちょっとあの濃いを塗ってるんですよ。で、あの外壁の塗装と違って、ちょっと濃いって結構繊細で、あの仕上がりに結構差が出るんですけど、ちょうど今あの浜野さん塗って見えるんで、まあ、勝手にね、また突撃したいと思いますんで、もうめっちゃ好評でした、前回、ちなみに。あの他の動画も3本ぐらい出てると思うんですけど、もうぜひみんなチェックしてください。あの職人さん、塗装職人さんとか、あと、まあ、塗装知らない人、主婦とかね、こういう人に頼んだら、もうすごいいい仕事になるよっていうのは分かるんで、ぜひ見てください。はい、じゃちょっといきますよ。お疲れ様です。おはようございます。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。すいませんね、また来ちゃって。いい今は縦取りの塗装ですか。はい、めっちゃ綺麗ですね。研い結構難しいですよね。そうですね。あの普通の初心者からやろうと思ったら、ありますよ、ハケで細かいところを、細かいところを最初に潰していくわけですね。それって何インチですか。ローラー、これは3インチですね、はい、3インチ、はい、縦取りは3インチが一番いいですか。ちょうどいいサイズだと思うんですけどね、これ。結構材料濃そうですね。はい、色が薄いんで、はい、シリンダーも全然入ってないぐらいですか。少しですね。少しだけ、ちょっとずっと見てみましょうか。早い、手つきが。ちなみになんか研い塗るコツみたいなのってあります。研い塗るコツはやっぱりこの、はい、この研いつかみから、はい、研いつかみまでを、はい、通した方が、はい、跡が出ないから、はい、きれいっていうか。あ、途中で止めちゃうと、はい、段がついちゃうんですよね、はい、重ねの。なんで1本でここから縦取りは基本的に一番最後に塗るんですか。そうですね、壁を塗装して研い養生しといてってことですよね。そうですね。やっぱ養生しとかんとあれですかね、あの壁の材料が渋いちゃうんで。そういうことですよ、そういうことですよ。それはもう塗り込んでるんですか。これ柱も一緒なんで色。あ、そういうことですか、はい、柱と研いの色が一緒、はい、めっちゃ手際が早いですね。早いですね、本当に。柄の大きさが細かいですもんね、本当に。これあの、はい、マイクロファイバーの毛なんで、はいはい、これで何ミリぐらいですか。これ13だったかな。これがあれですよ、サゲットって言って、あの浜野さん大好きなサケツとバケットの。これ便利ですね、これ。もう使ったらもうやめれんって言ってました。そこはハケで潰すんですね、やっぱ段差なんで、はい、手が早いですよね、本当に。ハケでも使わずに、ハケでも使わずにささーっと。浜野さんめっちゃコメント来てましたよ、本当に。そうですか。はい、すげーみたいな。あんなコメント僕全然来ないです。ねえ、どうなっとんの。もうちょっとちょうだい、もうちょっと優しくしてみんな。ちなみに浜野さんのコメントは、浜野さんアンチって分かりますか。アンチって、はい、批判的な人でしょ。そう、批判的な人です。批判的な人が全然いないんですよ。僕がなんか喋りながらやんなみたいなこと書かれとったんですよ、あの動画で。邪魔すんなみたいな感じの、まあ消したっすけど、もう思いっきり消したっすけど。塗装の音がいいですよね。そうですね、本当にずっと聞い取れますもんね。
浜田さんの朝食の動画が3万回再生で、結構早いペースで3万回までいって、いいねが230件ぐらい来てます。で、浜田さんって結構その僕と違ってベラベラ喋るタイプじゃないじゃないですか。僕結構ベラベラおしゃべりなタイプなもんで、あれなんですけど、職種は違いますが、私の職場でもこういう熟練工さんがいました。あまり冗談が上手でもなく、真面目で素朴とした人柄なのに、その技量が荒くれた若手から気難しい職長さんまで、みんなから信頼されてるタイプの人。腕があればどこでも飯食っていける感がえぐいですね。この動画だけで、あの腕だけで食っていける感がえぐいっていう。あとはベテランの職人さんは多くを語らずともやっぱりかっこいい職人さんって感じですね。かっこいいなんて僕言われたことないです。一流の職人になるとあの全然汚さないです。あ、そういうことですね。そうなんですよ。一流はもう顔は綺麗という。そうですね。本当、はい、本当にいいコメントばっかですよ。なんか反響ありました？反響いや特にはあんまりまだないですよ。はい、多分でもそのうちあの居酒屋とか行ってると、あれとか言って、乗り換え道場さんですよねって言われます。言われますって言われます。言われます。言われたことないですよ。そのうち来ますよ、本当に。仕事教えてくださいで来るかもしれない。怖い先輩とかいました？なんかもうめちゃくちゃ怖かったよ。もうやっぱそうですか。先輩は親方とかもやっぱ怖いんですか？親方よりも先輩の方が怖かったね。絶対服従だもんね。はいはい。仕事離れると優しかったんだけど。そうそう、そういう人多いですよね、本当。うん、僕の親方はあの前道具飛んできたりとかありましたね。革すき投げられたとか。うん、はい、浜田さん、それワークマンの靴売ってました？ワークマンの靴、はい、ありますよ、車に。買いました。買いました、買いました。 L サイズしかないですよね。うん、 M が売ってないんですよ。何件探したかな。あれいいっすよね。うん、あったかいね。あったかいです。ボアスリッポンってやつがあるんですけど、あのコーデュロイみたいな生地で、コーデュロイって言うんですよね。コーデュロイの生地なんて言うんですか。コーデュロイじゃない、なんて言うんですか、縦線のコーデュロイって言うよね。コーデュロイ、コーデュロイなんか縦線の、とりあえず OK です。はい。下塗り OK です。下塗り OK ですか、はい、ありがとうございます。あれ、なかなか売ってないんですよ。安いしね。安い、1200円でしたっけ。1500円だったかな。見たいなぁ。あ、見たいなぁ、僕。僕見たいなぁ。あ、これ。ね、あ、はいはい。コーデュロイ。コーデュロイ。で、これがあのファーなんですよね、中が。めっちゃあったかい。めちゃくちゃあったかい。で、またおしゃれなんですよ、ちょっと。いいっすね。全然売ってない。ですよね。黒なので余計売ってないですよね。全然売ってない。茶色はあるんですよね。茶色もなかった。僕見た時は茶色の L しかなくて。M が欲しいんですよ。なんかこれ女の人がよく買うらしい。あ、そうなんですか。うん、どうなんですか、女性目線的に。いい。欲しい。高そう。はい。買ってくれますか。天気で。浜野さんにお願いしよう。お願いします。売ってないもんだって。売ってないよ。その浜野さん、そんな女の色気とか通用しんから。探して。いやいや。すぐコロッといきますね。あの作業着とかワークマンですか、基本的に。ワークマン、うん。ワークマンが多いですか。ワークマンだね、ほとんど最近は。いいのいっぱいありますもんね、安くて、うん、アルミのやつは。ちなみにあの浜野さんってあの道具めっちゃ詳しいんですよ。いろんなもの持ってますけど、作業着もいっぱい持ってて、あの空調服、はい、何着持ってるんでしたっけ。3着ね。3着で、あのこのフィンも3個、3種類ファン、ファン、あ、ファン、フィンじゃない。おい、笑ってんじゃねえよ。カメラのとこで笑ってんじゃねえよ。ファンですね。はい、そう。ファンもあれ、毎年いいやつ出てくるんで。毎回買い替える。毎年買わなかった。いい値段しますね。結構高いですよ。しますね。2万ちょっと。ファン回せると3万ぐらいかな。3万弱ぐらい。あれ、冬場は出ないですかね、ヒーターみたいな。あるよ。あるんですか、うん、もしかして持ってない。あれはさすがに買ってない。そうなんですか、うん、音符が出るんですか。そういうやつで、はい、ここに熱線が入っとって、はい、あ、風とかじゃなくて、うん、あのヒーター電気毛布みたいな感じの。そうそうそう。いいっすね。買おうかな。はい、探しに行きましょうか。はあ、そんな持ってるんですか。あれ、どこだったかな。ワークマンに売っとったかな。あ、本当ですか、うん、バッテリーですか、それも。バッテリー、そうですね、コードあったら安いもんね。エヴァンゲリオンがってなっちゃうからね。USB かなんかで充電して、はい、でバッテリーで
あ、そうなんですか。じゃあ車からも充電できるですね。できるできる。最悪あのシガソケットから、便利ですねそれ。ちょっと暑いかなと思って、はい、着ながらやってると。まあそうですね、動いちゃったら暖かくなってきますもんね、うん。今日はちょっとまた浜野さんのとこ来ちゃいましたけど、あのまた次回もね、多分浜野さんのとこね、勝手に僕取りに来るもんで、チャンネル登録といいねお願いします。はい、もう来ないでください。これ本音です。はい、じゃあまた見てね。ありがとうございます。助かります。お疲れ様です。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。